普段はあんまり来ないんだけど、本当は動物園って大好きなの。じゃあ、そろそろ入りましょう。とっても眠そうにしている子犬もいるわ。うとうとしてる。本当に可愛いわね。ええ、そうね。あ、そうだ、覚えてる？子供の時、二人して大きな犬に追いかけられたことあったわよね。あの時、怖いのを我慢して私をかばってくれたの、今でも覚えているわよ。ごめんなさい、他の人と勘違いしちゃったみたい。今のは忘れて。もう行きましょう。今日はありがとう。私はこれで帰るわね。ごめんなさい、今日はそういう気分じゃないの。それじゃ。もちろんいいよ。待ち合わせは、学校近くの空き地なんてどうかな。やあ、私に渡したいものって何かな。ありがとう。すごく嬉しいよ。そうだ、よかったら私の部屋に寄っていかないかい。当たり前だよ、せっかく来てくれたのにこのまま返しちゃ悪いだろ。まあ何もない部屋だけどね、お茶くらいは出せると思うからさ。よし、決まりだ。こっちだよ、行こう。じゃあ上がってくれよ。それじゃあ早速開けていいかな。これいいのかい。ありがとうな、本当に最高のプレゼントだよ。やあ、トキシーノ。ああ、別にこれはな、大
したことないよ。ちょっと閉じっちまってね。道端で転んだだけさ。そうだっけな。まあ私はドジだからね。何度だって転ぶときは転ぶんだ。言ってるだろ、大したことないって。とにかく私がそう言ってるんだから間違いないんだよ。ったく嫌われるぞ。少しは人の言うことを信用しろっての。まあそういうことだから、またな。
やあ、トキシーヌ、どうかしたのかい？そうそう、お前、勉強頑張ってるみたいだな。なかなか立派だと思うよ。ああ、悪い。実はちょっと用事があってさ。また今度な。忙しいんだけど、何か用なの？